デメリットまで理解して採用している方は少ないかもしれません。こんにちは、昭和グループの土田です。本日はタンクレストイレのメリット、デメリットについてお話ししていこうと思います。マイホーム作りにおいて意外と軽視されがちなのがトイレになります。小さな空間にも意外と失敗があり、入居後の後悔にもつながっている部分になります。トイレは家族全員が毎日使う場所になるので、トイレを失敗すると家族全員が後悔することになります。今回の動画ではトイレでよくある失敗をご紹介していきます。しっかりと対策をとって設置すれば、住んでからも快適なトイレになるはずです。今回のような設備の説明やモデルハウスのルームツアーなど、有益な情報を分かりやすくお伝えしていこうと思います。まだの方はチャンネル登録をしていただき、最後までご覧ください。タンクレストイレとは、便器の後ろの貯水タンクがないタイプのトイレのことになります。タンクレストイレは水をためずに水道に直接つないで、水道から出てくる水圧によって排水します。タンクレストイレは便器と便座がセットになっており、ウォシュレットなどの機能がついている商品が多いのも特徴です。結論から言うと、タンクレストイレはタンクありトイレに比べてこんなデメリットがあります。この点をしっかり考えて設置しなければ、タンクレストイレは使いにくいトイレとなってしまいます。デメリットばっかりをお伝えしましたが、先にメリットを確認してもらい、その上でデメリットを知ってもらいたいと思います。タンクレストイレのメリットはこんな感じです。順番に解説していきます。一つ目は、手洗い部分がないのでトイレが広く使えるのですが、タンクありトイレの場合、本体の奥行きが約80センチ、タンクレストイレの場合は約70センチとなり、10センチ奥行きが小さくなっております。タンクレストイレの方が小さいので、その分奥に設置することができます。10センチだけと思われる方も知れませんが、限られた空間での10センチは大きな違いとなり、入った時の見た目もタンクがない分すっきりしており、便座に座った時に感じる壁の圧迫感も少なくなります。タンクレスの方がゆっくりくつろげるトイレになる可能性が高いです。2つ目は、掃除をする面積が少なくて楽な点です。タンクがないことでトイレ本体がコンパクトとなっております。見た目でもわかるぐらい覆面積も少なくなっております。掃除も簡単にさっと済ませることができます。先ほどお伝えしたように、10センチほど奥行きが浅いので、奥まで手を伸ばして拭くのも簡単になり、便器とタンクの継ぎ目もなく掃除がしやすいです。タンクレストイレにはこのようなメリットがあるのですが、これから紹介するデメリットもあるので、合わせてご確認いただきたいと思います。タンクレストイレのデメリットの一つ目は、手洗いがないということです。タンクレスは名のごとく、トイレ本体にタンクがないので手を洗うことができません。タンクレストイレの最大の欠点だという人も多く、タンクの上で手を洗うことに慣れているとすごく不便に感じられます。家族はもちろんですが、友達が来てトイレを使う時のために別の場所に手洗いを確保する必要があります。壁付けで手洗い機をつけることも可能ですが、手洗い機や給排水の工事に10万円ほど余分にかかってしまいます。またボールも小さいものしかつけれないので、使用時に水が飛び散ってしまったり、掃除の手間もその分増えてしまいます。その際におすすめは、トイレの横に洗面所を取り、さらに別で脱衣所も作ることです。脱衣所を別で作ることで、来客時に友達が洗面所で手を洗う際も洗濯物を見られずに済みます。洗面所と脱衣所が別の間取りは、誰かがお風呂に入っている時に手を洗ったり歯を磨いたり、洗面所を使うのに気を使わなくていいというメリットもあります。お子様が女の子のご家庭や泊まるご家族が多いご家庭にはおすすめです。デメリットの2つ目は、水圧が低いと使えないという点です。タンクレストイレは水道の流れる勢いを利用して水を流すので、ある程度水圧がないとしっかりと流れてくれません。2階のトイレや水圧がもともと低い地域などでは、水圧不足でタンクレストイレがつけられない可能性もあります。デメリットの3つ目は、停電時に使いにくいという点です。タンクレストイレは流すときに水道の水が入っている部分の蓋がボタンを押すと電動で開くのですが、停電時は蓋が開いてくれません。水道の蓋を手動で開けるレバーがついております。トイレ本体の奥の方についており、緊急時にはレバーを引くことで流せなくもないですが、大変使いづらくなっております。最近は乾電池を入れると普段と同じように使えるモデルも多く、停電時を想定して乾電池でも蓋が開くかどうかの確認の上で、タンクレストイレを選ぶことを推奨しています。
デメリットの4つ目は初期費用が高いという点です。タンクレストイレにするにも約10万円ほどの追加のオプション費用がかかります。オプション費用を払いタンクレストイレにするかどうかは価値観が分かれるところだと思います。はじめにお伝えしましたが、トイレを毎日使う場所になり、意外とトイレでリラックスする人も多いので、タンクレストイレにすることで広さを感じ、掃除も楽になりいいなと思える人はおすすめです。デメリットの5つ目は修理費用が高いという点です。どこの修理かにもよりますが、タンクがあるタイプに比べて少し部品代が高めで、構造的に機械部分が多く故障しやすかったり、1回の修理で何箇所もということになり、部品代だけで数万円することもあります。最後にまとめになりますが、タンクレストイレのデメリットは、1、手洗いがない、2、水圧が低い、3、停電時では使いにくい、4、初期費用が高い、5、修理費が高いの5つになります。手洗い機がないというのが一番の違いになります。ここまでを総合して、タンクレストイレをつけない方がいいと思う人は、1、トイレ内またはトイレの近くに洗面台を持ってこれない、2、水圧が足りない可能性がある、3、初期費用や修理費を節約したい、こんな方だと思います。最近はシンプルでスッキリしているタンクレストイレの需要も多いですが、デメリットまで理解して採用している方は少ないかもしれません。今回ご紹介させていただいたように、建築前にデメリットを知ることで間取り作りや入居後の満足度も大きく変わってきます。本日はタンクレストイレについてご紹介させていただきました。これからも失敗後悔しない家づくりの情報を配信していこうと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また動画を閉じる前に参考になったという方はいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。マイホームについて質問やお悩みがあればコメント欄にお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。